えー、3年間反対委員として働いているんですが今年の4月店長が変わって何も仕事ができない店長でしたが毎日出勤して仕事できない乗車はイライラして仕事を辞めようと思っていますなんで仕事ができない人は店長をまた偉い立場に立つことができるんですか、えー、変な日本語すいません外国人ですえっとあのまずその仕事ができるかどうかがあの重要だよねっていうのはえっと一般論としては正しいんですけどあの 自分の気に入ったやつを出世させた方が俺は楽しいって思う社長だったりオーナーって多いんですよね。で、日本の場合ってその社長兼オーナーっていう人がほとんどで、なのでそのある程度のその権限を持ってる人だともうお金は持ってると。なので、あの自分の好きなやつとかその楽しいやつとかを身の回りに置いて幸せな生活をしたいっていうのがあって、あの、まあ、最近では、まあ、だいぶ減ったみたいなんですけど、あのちょっと前だとその 突然社長秘書っていう人が雇用されるんですけど、よく調べるとその人単なるキャバ嬢だったみたいな。なんかあの、要はキャバ嬢と仲良くなって社長秘書にしちゃって、で、その後秘書と一緒に仕事っていう体で、まああの、愛人としてこう、あの、会社の中でこう、いろいろやらかすみたいな。でもその奥さんとかが会社に聞いた時もあくまで秘書ですっていうポジションなので、その、あの、まあ、バレないっていうのがあるけど、実際はただの愛人だよね、みたいな。 っていうのが、その、優秀な人だとそんなことやんねえだろって思いがちなんですけど、あの、某すげえ金持ちな人が、なんか、社長秘書募集みたいなので募集して、で、シングルマザーかなんかの人が、その秘書で応募してきて、で、なんか手出そうとして、で、その手出そうとしたのがバレて、週刊誌かなんかにこう、記事書かれたみたいなのがあるんですよね。だからそのなんか あの、すげえ金持ってる人なんだから、別にもうそんな、あの、風俗行くなり、そのキャバクラのか払い続ければいいじゃん、みたいな。なんでその社長一緒採用みたいなことで社内でやろうとすんだよ、みたいな。で、結果として週刊誌に記事書かれるみたいなので、すげえ恥ずかしい思いをするみたいなのがあるんで、そういう意味ではそのお金を持ってるとか優秀とか関係なく、そういうことをやるんじゃないですか日本の男性は。はい。